総合庁議員によりますと、今田町長は24日午後5時過ぎ、議長に辞職願いを提出しました。5月2日付で辞職するということです。また、講演会の関係者によりますと、24日の午前中には、講演会の幹部に辞職する意思と辞職願いを提出することを説明していたということです。今田町長は25日、会見を開く予定です。 第三者委員会は22日、今田町長の職員に対するお前らの脳みそは鳩の脳みそより小さい育休を1年取ったら殺すぞといった発言や机の側面を蹴るなどの行為をハラスメントと認定する調査報告書を提出していました。